はい、どうもこんにちは、翔平です。本日、2022年6月12日日曜日ですね。なんとこのチャンネル開局して10周年経ちました。ありがとうございます。今日はですね、あの美容学校の時の友達が後ろにいてね、オーディエンスがいるんですけども、はい、まずは本当にね、こうやってずっと続けてこれてるのも皆さんの応援のおかげがあってのことなので、この場を借りして感謝したいと思います。本当にいつもありがとうございます。なんかこのチャンネルは本当にもう男性がメインなんだけど、なんかずっと昔から女性の視聴者さんの方が応援してくれる人が多くて、本当に感謝してます。はい、ということでですね、タイトル見てびっくりしてる方もいると思うんですけど、これ本当に今回初めて言うんですけど、ちょっとの期間活動を、休止しようと思ってます。はい、まあちょっとね、話すと長くなるんだけど、まあ理由としては、2、3年前ぐらいから再生数をあんまり気にしないようにして、なんかこう自分自身美容師として、あといろんなね、美容発信する上でなんかこう信用、信頼というか、ちゃんとそういう部分っていうのをしっかりしたいなと思って、本当にヘアセット以外でいろいろ発信してきたんだけど、いろんなジャンルをこう挑戦していく中で、本当になんか今年はそれが実った年でもあって、例えばここにもあるんだけど、ずっと筋トレ頑張ってたんですけど、今年の5月かな、なんか山本先生のこの著書にトレーニーとしてね、載せていただいたりとか、あとはいろいろスキンケアとかもやってるんだけど、こういうデュオっていう、なんていうの、こういうスキンケアにホームページにね、こう載せてもらったりとか、あとはね、もうずっと大好きだったそのギャッツビーさんのね、このサイトとかにもこういうね、自分の動画載せていただいたりとか、本当になんか今まで自分がいろいろこうやってきたのがすごく形になった年だったんだけど、でもなんかこう長くやってってすごい思ったのが、なんかやっぱ自分は再生数取りたいなっていうのがすごい思って、なのでなんか一回休止して、ちゃんとなんか再生数取れるようにというか、まあ今すごいあれなんですよ、美容業界、美容師とかもみんな昔からやってた人たちとか、まあ YouTuber もそうだけど、再生数取れなくなってるのよ、昔からやってる人たちは。そうだから、なんか自分はどっちかっていうと、なんかこう長くやってって、やっぱそういうのよりも再生数しっかり取れるようになりたいなっていうので、ちょっと一度方向性をいろいろ考え直していこうかなって思いました。で、美容師としても本当に今まで数えきれないくらい の数メディアに出させてもらって、すごい美容師としての信用を集めないとなって思ってたんだけど、なんかいろいろ載せてもらって思ったのが、自分はなんかそういうのよりももうシンプルにメンズのスタイル、お客さんのメンズのスタイルカットするだけで、それだけでいいかなってすごく感じました。これもね、すごい記事なんだけど、ドゥン、見てこれ、俺見てよこれ、これ見た、あ、もう、え、もう乗っかってんのこれ。あ、インスタでチラッと見て。あ、そうなんだ。そう。なんかね、15日とかになんか発売する、なんか Z 世代みたいなのなんか代表の人たちにもこうなんか載せてもらって、なんかこう本当にこういうのいろいろ載せてもらったんだけど、なんかね、もういっかなって思ったのよ。うん。本当になんかもう本当にシンプルになんかメンズのスタイル切れるだけでいいかなと思って、まあそうですね、美容師としてはなんかもう別に自分はなんか有名になりたいからやってるとかじゃないからってなりました。はい、ということで、まあそういう感じでいろいろね、今後もっとね、 YouTube ちゃんと今もずっとこうだから、もっと突き抜けるためにはちょっと考えないとなっていうので、ちょっと休止しようかなって思ってます。はい、ということで、まあ今日ね、友達が来てるんで、いつもなら視聴者さんにこう質問募集するんだけど、今日はリアルな友達からのなんか今までのなんか、まあ10年8年、実質7、8年ぐらいしか活動しないけどの中でなんか聞きたいこと、何でもいいので、なんか
なんかあれば、いや何でも1個で、うん、そのさ、その休止するにあたってさ、うん、でも今の視聴者さんはついてくるわけじゃん、その人たちを満足 させようっていうのは、うん、いや、っていうかそれが一番、うん、そう、なんか本当にずっと応援してくれてるし、俺はもうあの分かってるから、どういう人がずっと応援コメントとかしてくれてるって分かるから、なんか自分は本当にその今まではどっちかっていうと発信者としてのこの信頼信用っていうところを重視したいから、いろいろこう発信を変えてたんだけど、なんかそれを見てて楽しいか楽しくないか正直ちょっと分かんない、俺自身もそれは楽しんでもらえてるかっていうのはちょっと自分でも自信がない、こっちが、そう、あくまでなんか自分自身のそのブランディングとしてもうね、27、28にもなるし、そうっていうところで、なんかそういうブランディング固めたいなっていうので発信内容を書いてたんだけど、それはでも自分のあれであって視聴者さんのためじゃないから、だからこそ昔から応援してくれてる人とかをしっかりこうあのね満足してもらえるようななんかコンテンツを作んないとなってすごくやっぱ感じてずっとやってて、だからあの来月あの7月7日があの誕生日なんだけど、その誕生日の時に休止しようかなって思ってる、うん、どの期間に休むか分かんないけど、まあ、そんな長くはならないと思うんだけど、うん、でいろいろちょっと考えてやりたいなっていうのは、うん、思ってます、はい、まあ、待ってる視聴者さんが、いや本当にもうその人たちのためにっていう感じです、はい、その休止期間中はさ、うん、何するの、なんだろうね、なんかでも本当にあの今までやってきたことが全部こう形になって、あとはそれを自分のそのブランド作った時に持ってくるかなっていう、そのフェーズに入ったかなと思ってて、ずっとなんかこういう感じでいたいなっていうのはとりあえず昔から思ってたことはやれたから、なんか本当に今フラットって感じ、何も充電期間、そう、なんかねネタもあれだし、そう、なんかね白紙だね、うん、本当に俺そうだな、うん、あ、アンク店長の宗像さんです、出たよ、名前出さない、何だろう、うん、まあ、一番良かった時で、うん、例えばその YouTube だけの収益で言ったら、まあ、どれぐらいだったのかなっていうのを、うんうんうん、まあ、ハイブランドの何々、ね、まあ、iPhone 何個分とかっていう感じでもいい、ざっくり聞かせてもらえば、なんかこれからちょっと発信していきたい世代の子たちも頑張れるんじゃないかな。なるほどね。iPhone で言ったら、一番いいモデル、うん、そうそうはね、20個ぐらい買えるかな。おお。うん、それを今、オブラートに言ってくれたからね。そう。まあでも、全然だよ、俺なんて。うん、全然、本当に。いやー、この家に住めるんだからすごいよな。やらしいな。全然でも本当に全然すごい方じゃない、自分は。そうだから、そういう意味もあってちょっとね、なんだろう、 YouTube 業界ってさ、今すごい昔からやってる人たちは下がってって、で新しい人たちがどんどん伸びてって、コムドットとか、ああそうだね、コムドットさんとかもそうだ、すごいね若いグループで、で美容師もそうなんだけど、美容師 YouTuber もみんな下がってて、俺は結構そういうのを結構感じるタイプで、正直クソ悔しいのよ、めちゃくちゃ悔しい。俺は全然、俺なんかまだ下がってる方じゃないかもしれないけど、登録者100万人いる人とかもどん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 下がってる現状だから、俺はそれすごい嫌だなって感じる方だったから、なんか、うん、そうだね、ずっとなんか今もこう変わらずずっと並行してるから、なんかねもっと突き抜けないとなっていう感じ、うん、じゃあその翔平にとって美容師って、うん、まあその今まではいろいろあったと思うけど、うん、これからの美容師像っていうのは何？あ、自分の？そう、ね、俺よく聞かれるのが、よくお店作んないんですかとか聞かれるんだけど、全くそういうのなくて、今の環境ですごい満足してるし、すごいいい環境でやらせてもらってるから全然ないんだけど、うん、なんか将来的には
とりあえず自分のブランド作りたい。今、うん、やってるんだけど、いろいろ紙に関するそういうアイテムとかの開発とかやってるんだけど、まあ、それは形にしたいなと思ってて、それを軸にいろいろこう、例えばまあファッションなり、もう本当に何でもいいんだけど、なんか自分が携わるものをなんかいろいろ展開していきたいなと思ってるけど、まずはそこかな。うん、はいはいはい。目標にしてる人は誰ですか？目標にしてる人、俺ね、そういうなんか憧れとかいないんだよね。誰も？あ、そういうそっち系でも OK？ いや、まあでもすごいかっこいいなと思うけど、なんか目標はないかな。昔からそうかも。じゃあその、じゃあ何僕みたいな、うん、その YouTube をこれから始めようとしている人たちにとって何かメッセージ的なことはありますか？質問。なんかね、まあこれ自分自身にも言えることなんだけど、もう本当に今飽和しちゃってるから、まあ、さっきも言ったと思うんだけど、もう超斬新なコンテンツというか、もう見たこともない新しい真新しいもの、視聴者ってもうヒカキンさんのさ、それこそ5000万円の時計の企画とかもう慣れちゃってるのよ、そういう刺激的なもの。だからそれを超えるぐらいの斬新さがないと今はね伸びないと思う。ジャニーズの某まるまるさんに似てるってよく言ってると思うんですけど、それって実際、うん、まあ、ぶっちゃけもう、うん、いいです。狙ってますよね。俺が？いや、1ミリも狙ってない。本当に。あのね、これ動画で言ったことないんだけどね。結構街中でも髪型と服装被ってる時に、なんかファンの人に間違えられてにもするんだけど、ツタヤの渋谷のツタヤのあれ平成ジャンプの人だっけ？その方ってセクシーゾーンか。のなんかポップ、うん、なんかさ、ジャニーズのあれあるじゃん、やってる時に俺たまたま漫画を買いに行ったのよ、そこに仕事終わりに買いに行って、わーなんかいっぱいなんかファンの人いるなと思って撮った時に、すごい本なんか本人が来たんじゃないかみたいな、そう、ええみたいなのはなんかすごい後ろで聞こえて、やべえって思って、俺すごいフード深くかぶって、めっちゃ逆にね。そう、そういうのはあった。あとは、うん、日本一周もう一回リベンジ。やりたいね。EXILE に合わせてください。ね、俺アテンダー、はい、流行りの。お願いします。アッチに合わせてください。そうだね。だ、撮ってくれた人たちとかもさ、そう。してくれた人たちも実際にはさ、公に出てないわけ。そう。で、やっぱりそういうところでもやっぱり。うん、まあ、一応さ、その、提携してくれた会社がそういうのやってくれたっていうのはあるんだけど、うん、でもな、気持ちとしてさ、個人のね、そう、個人、一個人としての、まあ、あと一緒についててくれたさ、しゅうちゃんが事故っちゃったっていうのもあるし、ね、なかなかやれるっていう状況じゃなかったから、ね、そうだね。じゃあなんか翔平の感謝を伝える、感謝祭やる？感謝祭いいね。じゃあ、なおやんがさ、車出してさ、で、じゃあ、ナッキーはカメラマンで。あ、いいね。そう。盛り上げたい。っていう感じでよろしいでしょうか？っていう感じでいいですかね？そろそろなんか女性陣が飽きてきたっぽいんで。はい。すいません。誕生日おめでとう。まだです。来月です。はい、まあ、ということで、ですね、今日は10周年ということで、本当にね、今までね、応援していただきありがとうございます。今後とも、YouTube の方ね、頑張っていこうと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。終わりです。またね。終わりです。ありがとうございました。